こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。今日はこれ昨日の夕飯です。大きな鍋焼きうどんとお稲荷さんと宇の花です。お稲荷さんの揚げとお肉を炊く分量分けてテロップ出ました。すいません、追いつかん、追いつかない。とりあえず揚げの方、水 200cc、 砂糖大さじ1、濃い口醤油大さじ2、みりん大さじ2、鮭大さじ2で、お揚げさんを10分ぐらい炊きます。で、お肉を炊く方は水 200cc、 砂糖大さじ1、濃い口醤油大さじ2、鮭大さじ2、みりん大さじ2、すりおろし生姜小さじ半分ぐらいで、で、ひと煮立ちしたらお肉をほぐしながら入れて炊きます。で、お肉ももう10分ぐらい炊いて味をよく染み込ませます。はい、でもどうしてもね、やっぱズボラなもんでね、ドカンと入れてしまうんですよね、何でもかんでも。今これあの菜箸ぶっ刺して私はどこに行ったんだろう、あ、お肉を取りに行ってたのかな。ドカンともこのまま入れてしまうんですよ。で、お肉がダマにならないように、団子塊にならないように、あのほぐしながら炊いていきます。で、子供たちがお肉大好きなのでたっぷり 500g ぐらいかな使いました。これね、炊いていきます。で、一応あのお揚げさんの方は、落とし蓋でアルミホイルをクシュクシュクシュッとしてかぶせて蓋をしました。はい、かぶしたアルミホイルで蓋をパコンとして、はい。で、今度はあの酢飯のご飯を炊いていくんですけど、だし昆布を入れました。うどんだし作ってます。水1リットル入ります。で、かつおだしパックが2パックで、だし昆布も2つぐらいペンペンって入れたかな。これも、はい、ひと煮立ちしたら弱火にして蓋をして5分出汁を取ります。で、5分経ったら出汁パックと昆布を取り出して、薄口醤油を大さじ3、酒大さじ1、塩小さじ半分ぐらいですね。これでくるくるくるっとかき混ぜて味見をしたらよかったので、うどんのだしの出来上がりです。で、これもご飯炊いた後の、もう5本箸ね、すみません、あのご飯炊いた後はあれなんだ、だし昆布は取り出してペンペンペンと桶にご飯を移して、もうすし酢はあの3つ缶のお酢を使います。で、ちょっと酸っぱめが好きなので普通のお酢も入れて、米を切るようにささ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 っと全体になじませます。なんかね、あ、ほんで煎りごまを適当にデデデベベベッと入れて、またさささささっとかき混ぜます。なんかうちのキッチンがとってもこうなんだ L 字、一応 L 字なんだけど、いろいろ食洗とか置いてるから場所がなくて、ここしかあの
カメラを置く場所がなくて見にくいかもです、すいません。でも私お稲荷さんちょっとヘタッピさんなんだなのでなんだろうね、なので最初にこう丸く一握り準備しといて、で稲荷の皮はペロンって裏返して、こうペロンと裏返してそこにご飯をツンと入れて包んだら先っちょの三角の先っちょの方まできれく米が入ります。こうクリッと裏返してポイッとかぶしたら先っちょのところに入ります。はい、こう裏返して包むと。紅生姜とか入れたかったんだけど子供たちが紅生姜辛い辛いなので食べれないからもう入れずに、いりごまだけで、で裏返す、入れる、で先っぽまで米が入るって感じになります。はい、よしと。で今度はおうどんさんを入れていきます。で炊いてたお肉をどん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 とのしていきます。で、ね、お箸でこうやってたんだけどね、まさき合わんというのかな、もう途中でねトングに変えますよ。もうはい、もう今多分トングを取ってる。でトングに変えてどん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 と乗っけていきます。でも上に乗っける具材は何でも面倒じゃなければエビの天ぷらでもいいし何でも。で今も野菜が高いのである野菜ある野菜ねを入れていきます。長ネギは高かったから買ってないです。はい、で揚げの残りの揚げもここに入れて一煮立ちさせます。でピンピンピンってこうなんていうの整えて卵を入れるスペースを作ります。で卵を入れます、人数分で蓋をして卵が半熟になったら出来上がりです。そんな感じです。はい、今日も最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。でインスタとアメブロもやってるので概要欄にリンク貼っておくのでよかったらフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。